1960年1月海外諸国におけるアンゴラウサギの飼育外数各国大使館年次統計資料に基づき調査日本アンゴラ種は紐売り用を目的として日本で独自に改良された海ウサギ、アンゴラウサギの品種。日本白色種と同様白い毛に赤い目のアルビノを固定させた品種であり、切迫色の紐を清し霊積竹色の目と称された。 イギリス系のアンゴラウサギ、ロイヤルアンゴラ種をもとに、フランス系アンゴラ、カナダ系アンゴラ3品種の有欠点を、主捨選択して改良されたのが、本品種である。アンゴラウサギの品種としては、アメリカのウサギ協会、アメリカンラビットブリーダーズアソシエーションで、公認されている、イングリッシュアンゴラ、フレンチアンゴラ、サテンアンゴラ、 ジャイアントアンゴラの4品種がよく知られているが、日本アンゴラ種は、ジャイアントアンゴラと同じ細胞を目的とした、形容種で、アンゴラウノケと呼ばれる長い紐を、毛糸や毛織物の素材として利用するために、改良された、家畜、産業動物であり、主に愛ンを目的として改良された他の3品種とは、改良目的が異なっている。昭和初期に始まった、 細毛を目的としたウサギの飼育、細毛を守るとの普及によって、1960年には国内の飼育数が約72万匹となり、フランスの約40万匹を大きく上回って、日本がアンゴラウサギの飼育数世界一となった。しかし、昭和30年代、日本はアンゴラウノケの輸出国から輸入国に転換し始めており、中国やフランスなどからの輸入や、 農業経営の変化により、日本の細胞を守るとは徐々に衰退していった。日本アンゴラ種は、日本がかつて世界有数のアンゴラウノケの生産国で、あったことの生きた証拠でもある。日本アンゴラ種命名以前、昭和24年に作られた、アンゴラ日本種1925年に、イギリスからロイヤルアンゴラ種が輸入されて以降、日本の細胞を守るとは主にロイヤルアンゴラ種の飼育。 改良によって発展してきた。1935年頃に日本で飼育されていたアンゴラウサギの9割がロイヤルアンゴラ種で残り1割がフランス系アンゴラとカナダ系アンゴラだったと言われる。日本アンゴラ種と命名されたのは戦後の1951年だがそれ以前から改良が進んでいた。輸入当初のロイヤルアンゴラ種が体重 2.5kg 前後 年間産毛量 250g 前後であったのに、対し、1938年頃の千葉畜産試験場調査では、体重 3.0kg 前後、年間産毛量 350g 前後となっている。動植物の品種改良の方法として、20世紀初頭からメンデルの法則に基づく、科学的な改良が行われるようになっていたが、 国内のウサギの品種改良に関しては、1948年に国立の種ウサギつなぎ用牧場、長野市畜牧場がウサギの研究、改良を開始するまで公的なウサギの研究機関がほとんどなかったこともあり、学術的、組織的な研究は進んでいなかった。そのため実際に行われた改良の多くはロイヤルアンゴラ種にフランス系アンゴラ、さらに カナダ系アンゴラを荒廃し、昔ながらの経験に基づいた、良い親からは、良い古式のやり方で、毛質の良いもの、毛の密度の高いもの、体の大きいものを得りすぐることで、日本アンゴラ種が成立したと考えられている。戦後は、各地で組合が作られて、血統登録を行い、組織的な品種改良が行われるようになったため、飛躍的に改良が進んだ。 毛質もローヤルアンゴラ種の特徴である、細く柔らかいものから、戦後の主要な輸出先であった、アメリカの需要に合わせて、やや太めで割と弾力のあるものに改良された。1965年開催の福島県、畜産共振会に出品された優秀な日本、アンゴラ種の平均体重は、オス4 1ラム、メス4ログラム、最も大きなものは5 2 3ラムに達し、 年間産毛量が七百グラムに及ぶうさぎもいた。また、毛質に優れ産毛量も多い日本アンゴラ種の有料種とは海外からも需要があり、昭和五十年代に海外へ出荷されている。しかし、国内では、細毛を守るとの衰退とともに数を減らし、二千十七年五月の時点で確認されている飼育数は、兵庫県神戸市の六甲山牧場を中心として、 兵庫県内に約30匹となっている。小規模な集団で近親交配を繰り返しているため、近好係数も高くなっており、絶滅の危機に瀕していると言える状況であるが、人工的に作り出された品種であるため絶滅危惧種の対象外である。六甲山牧場では、兵庫県内の農場や愛好者らと協力して保存活動を行っている。 1950年の改良目標検討時、風貌としてイギリス系に似たものという記載もあり、ローヤルアンゴラ種の特徴を多く残した外観をしている。綿毛、荒毛、指毛の3種類に分類される。この中で綿毛が最も多く、指毛は綿毛の3から5%、荒毛は綿毛の1から2%程度。綿毛の鮮度は、 約16マイクロメートルとロイヤルアンゴラ種の約13マイクロメートルと比較してやや太めでフランス系アンゴラに近く盲石に適したロイヤルアンゴラ種の縮重性とフランス系アンゴラのような食感を持つ。また紐を太めにしたことにより飼育時にフェルト化し難くなり生産性の向上につながっている。細胞を目的とした形容種であるため紐の品質とともに 産ぶ毛量の増加に重点が置かれた。調査した年、調査期間の違いにより差があるが、ローヤルアンゴラ種と比較して、およそ2倍に増加している。昭和50年代の標準的な生徒の体重は3.0から3.6キログラム。戦前、アンゴラウサギの審査には、イギリス、フランス、アメリカなど海外で作られた、審査標準がそのまま使われていたが、 戦後の1950年春、農林省毛川重係官の圧旋で創立されたアンゴラクラブにより改良目標が定められ、同時に日本独自の審査標準が作られた。さらに1965年2月、農林省によって改良目標が定められ、品種改良を目的とした首都登録のための統一登録基準と統一審査標準が作られている。 改良目標作成にあたり留意されたのは以下の5点。体重の増大により産毛量を増し、1頭あたりの収益を高めることへの鮮度を英国系より太めにすることへの縮重性を高めるためにクリンプを多くすることしもうの混合割合を限定すること道のよく伸びた体育の大きいものにすること審査。標準年間産毛量は体重の1割以上を標準とする。 相棒、紐、体重の3項目からなる。改良目標網の密度を高めるとともに均一化を図ること前後、特に胸幅の広いものに改良すること体質強権で体積に富むものに改良すること綿毛に対する指肪の混合率5%以下で綿毛の太さは80番手な以外とする。要改良すること年間の産毛量が 600g 以上。 生後8ヶ月時の体重が3 5キログラムとなるように改良する。年5回、約75日間隔の細毛で1回平均1 2 0ム年間産毛量6 0 0ム以上を目標とした。統一審査標準紐は白色優美で均一に密成し、生徒の体重は4 0キログラム以上、年間産毛量は体重の一割以上を標準とする。一般外謀。 紐、体重の3項目からなり、統一登録基準での種との登録には80点以上で、あることが条件の一つとされた。1871年の博覧会でアンゴラウサギが出陳されており、1892年には東京の養豚や伊坂源次郎、清水定蔵などによりフランス系アンゴラの専門が行われ、そのうのけを使用して、 王子防食会社でおられた白ラシャが明治天皇に献上されたという記録があることから、少数の輸入、飼育は行われていたようである。また、1897年6月、埼玉県北埼玉郡に、宇の県織物工場が建設され、フランス製の門織機を導入して、宇の県織物の製造に着手したという記録もあるが、国内での需要は少なく事業は長続きしなかった。 そのため、原料となるアンゴラウノケを生産するための細胞を守るとも、普及しなかった。1920年、農林省千葉畜産試験場がイギリスからアンゴラウサギの種と4匹を輸入して、飼育の研究を始めたが成果が上がらず、首都4匹も数年で亡くなってしまった。しかし、その後も研究は続けられ、農林省の無局副業化により、 アンゴラとおよびそのうのけに収むてという調査書が作成された。時期は明確ではないが1926年頃と伝えられている。内容は海外の出版物を翻訳したもので、代歴及および用途、体系一般、飼育管理、毛質細毛並みに、その利用、販売および収支の一例、審査法、結論の諸項目が並べられ、結論として、 種との供給、生産物の処理の点を考慮し、適当なる指導を怠らざれば、農村と都会等を問わず、また不助子にも行い得る副業として、適当なるお任務と結ばれていた。志保依頼基地四依頼基地四依頼基地は1902年に高田商会へ入社し、大正初期から中国大陸での羊毛の買い付けと、日本への輸送に携わっていた。明治時代、洋装の普及や、 軍服への利用のため毛織物の需要が高まり、日本でも毛織物産業が発達したが、国内で牧用は普及しておらず、原料となる羊毛は輸入に頼っていた。しかし、第一次世界大戦後、ヨーロッパ各国は自国産業の復興に注力するようになり、イギリスも日本への羊毛の輸出を制限したため、国内の毛織物工場は、 羊毛の調達に苦労するようになった。そんな中、上海支店長だった司法医は、アンカー、かつ継続的な日本への羊毛供給を目的として、市内羊毛改良会社の設立を計画する。しかし、1922年に締結された三島カ部条約の影響を受けて、計画は水泡に介し、間もなく司法医も本店へ転任となり帰国した。 1924年、本県機械部長となっていた、シホイはイギリスへ出張した、際、第一次世界大戦後に、イギリス政府の保護事業として発展していた、サイモウマモルトを見学し、羊毛に代わる、繊維資源としてのアンゴラウノケに着目する。シホイ派サイモウマモルトについての調査、研究の末、品種改良で生み出されて間もないローヤルアンゴラ種の輸入を計画し、 翌1925年に再び投影すると、ロイヤルアンゴラ種の種と4番8匹を購入して、カイロ日本へ送った。そして長い航海の間に、インド洋上で2匹、香港から上海へ向かう途上で1匹を失い、同年6月14日に5匹のアンゴラウサギが日本へたどり着いた。日本のサイモウマモルトは、この5匹から始まったと考えられている。記録によると、 英人 A、エンド手間なし繁殖純水ローヤルアンゴラ主害と、アンチャクセリとある。この5匹の種とは、神奈川県三浦郡浦賀町、現在の神奈川県横須賀市に設立された、シホイ、ローヤルアンゴラと研究所で飼育され、翌1926年には44匹に、1927年末には、百数十匹に増えた。o l a o l と前後して、 神戸の貿易省 OLA がイギリスからオス3匹、メス17匹のアンゴラアウサギを輸入、オーエアンゴラ商会を設立して、兵庫県神戸市西るみのタルミ海市ト上で飼育を始めている。輸入した年については2説あり、1935年の記録では、塩井来基地より早く、1924年6月、1938年の記録では、 依頼来吉より半年ほど後となっている。どちらも OLA 本人への取材に基づいた記録であるが、輸入当時の資料がないためどちらが正しいかは不明である。1929年夏には、横浜で絹靴下の製造輸出を行っていた田中景糸株式会社社長、田中新七が大江アンゴラ商会に出資して共同経営者となり、 大江電中アンゴラ紹介と解消すると、たるみの用途上を拡充した大江は、小鳥の輸入販売で財を成した人物で、アンゴラウサギを輸入した理由も、シホイとは異なり、愛顔を目的としての輸入であった。後年、私は何気なく、英字新聞を読む中に、ふとアンゴラの記事を発見しました。動物は無性に好きだし、アンゴラウサギの可憐な姿にすっかり引き付けられて、 何事を考える余裕もなく、英国へ注文したものですと実会している。戦前引く戦中昭和10から25年アンゴラウサギ、飼育数農林統計表より昭和7から24年、東京アンゴラウの結株式、会社収合実績全国の産毛の約80%昭和20年は、数量不明、24年は5月末まで、 アンゴラウノケによる新興産業の普及を考えていた。塩井来吉は1927年に東京高等工業学校、現在の東京工業大学にウノケの加工試験を依頼したが、関東大震災で必要な機械が消失していたため、実現せず、やむなく国内でウノケ加工による需要が高まるまでの全段階として、ウノケの海外輸出を始めた。しほ ロイヤルアンゴラと研究所や大江電中、アンゴラ紹介に続き、1929年頃までに、各地でアンゴラウサギの飼育場が建設され、首都の輸入や、細毛を守ると始める者も,もいたが、やはり国内に、うのけの需要がなかったため、収入を得るにはイギリスなど海外へのうのけ輸出か、種との販売しかない不安定なものだった。そして1929年10月発売の雑誌、 主婦の友11月号に掲載された記事、新副業準猛種アンゴラとの回避方を発端として、細毛を目的としないアンゴラウサギの投機的流行、いわゆるアンゴラ狂乱が始まり、海外から多くの種とが輸入され、高値で売買されるようになる。しかし、不当な価格の釣り上げや、他品種との交雑種など種ととして、ふさわしくないウサギを売る悪質な業者の増加。 アンゴラウサギの売買に夢中になるあまり本業をおろそかにする者が続出するなど経済に悪影響を与えたため、1931年春に農林省副業課から全国にアンゴラダッシュが開付された。内容は、アンゴラウサギの飼育は副業に適さず、農林省としては進められないという趣旨のもので、これにより、投機的流行は一気に沈静化した。しかし、 これで悪質な業者は姿を消したが、堅実な産業としての歳網を守るとを目指していた、用途業者には痛手となる。同年8月、用途業者が団結して全日本アンゴラ協会を創立し、農林大臣宛に陳情書を提出するなどの活動をしたが成果は得られず、協会の活動も長くは続かなかった。そんな中、1932年4月に、 東京アンゴラウノケ株式会社が設立された。同社はアンゴラウノケの有用性を認めて、ウノケ工業に乗り出した金が不知宝石株式会社、後の金棒と共にアンゴラウノケの買い付けを開始し、同時にイギリスからロイヤルアンゴラ種の種と400匹を輸入。東京アンゴラウノケは神奈川県山和市南林間に、金棒は大分県別府市に、 それぞれ大規模な飼育場を建設して、アンゴラウサギの飼育を始めた。さらに、それまで高価だった、アンゴラウサギの種と低価格で販売して、農家の副業としての細胞を守ると後押しした。こうして、うのけ工業の基盤が整い始め、細胞を守るとが安定した収入が得られる。 堅実な産業として社会に認められるようになると、アンゴラウサギによる細胞マ守るとは、急速に普及していった。1932年に約1万2000匹だった。飼育数は1939年には、約63万匹に達している。また、1934年5月24日には、農林省がアンゴラウサギの通達を出し、サイモマモルトが有望な産業として、 国に認められている。1941年に太平洋戦争が始まると、羊毛に代わる資材として、アンゴラウノケが海軍の目に留まり、海軍航空技術省で比較試験が行われた。それによると羊毛セフェルトと比べて、比重において4割強軽い、保温力は3割強良い、吸出性においては羊毛よりやや劣る、強さは羊毛より2割強弱い。 結論として、羊毛の代用として、十分使用できるのみならず、幾多の特徴を生かすときは、航空機資材としては優秀なものであると、結論付けられ、アンゴラウノケで作られたフェルトが、海軍の航空機資材として使われるようになる。しかし戦争の激化とともに統制が厳しくなり、アンゴラウノケも生産者を無視した、工程価格が定められたために、用途業者の生産意欲の低下を招き、 軍需物資として飼育が奨励されながらも徐々に減産していった。終戦の年、1945年の飼育数は約11万匹まで減少している。戦後昭和21から40年、アンゴラウノッケ輸出入実績日本貿易年表より1946年、アンゴラウサギの飼育数はさらに減少して約8万7千匹となっていた。 戦後、食料にされたウサギも多かったと言われる。同年7月、食料支援の見返り物資の指定にアンゴラウノ家が含まれていたため、連合軍総司令部の援助のもと、アンゴラウノ家の対米輸出が始まり外貨獲得に貢献することになる。戦後アメリカ国内では、アンゴラウノ家の需要が拡大しており、年間50万ポンド、約226トンの輸出を希望していた。 また、イギリスやフランスなど、ヨーロッパ各国への輸出も期待できる有望な産業として、農林省、貿易庁などの援助も積極的だった。1948年には、長野市畜牧場が、アンゴラウサギの飼育、改良を開始。1950年3月には、アンゴラウサギの飼育振興策として、血液更新、品種改良を目的に、カナダ系。 アンゴラ435匹が輸入された。また、同年アンゴラクラブによって、改良目標と審査標準が作成されている。こうして、サイモウマモルが再び脚光を浴び、アンゴラウサギの飼育数も、約32万匹まで回復した。そして、1951年に、日本独自のアンゴラウサギ、日本アンゴラ種と命名されている。その後も、 アンゴラウノケの輸出は増えてゆき1961年には戦後最大の146.9トンに達した。その一方、アンゴラウノケを使ったセーターなど加工製品の輸出も増加しており、国内のウノケ加工業界の需要を満たすために原料となるアンゴラウノケを輸入するようになっていた。昭和30年代にはウノケ輸入量が輸出量を上回る年が多くなっている。 1965年2月、日本アンゴラ州のさらなる改良を目指し、農林省によって改良目標と統一登録基準、統一審査標準が作成された。しかし、昭和40年代には、用途業の盛んな中国やフランスなどに押されて、うのけ輸出は減少し始めており、以降、日本の細胞を守るとは衰退の一途をたどる。そして、細胞を守るとの衰退とともに、 日本アンゴラ種も数を減らしていった。1975年のウノケ輸出量は8.5トン、1978年の飼育数は1万匹以下となり、長野県、岩手県、福島県などで、それぞれ約2000匹、その他各地で小規模な飼育が行われるのみであった。この頃の主な用途は、実験動物用で年間数千匹が実験に供された。 アンゴラウノケの生産量は年間約2トンにまで落ち込んだ。細胞を守ると衰退後も日本アンゴラ種の研究、改良を行っていた長野市畜牧場、現在の家畜改良センター、茨城牧場長野市場の用途施設において、血糖維持のために飼育が続けられていたが、種との需要減少により2006年度から凍結受精卵による血糖維持に移行した。2007年には、 ウサギの主畜供給業務も終了したため、以降、飼育されていない。1986年に、北海道門別郡白滝村、現在の円軽町白滝において、地場産業振興策の柱の一つとして、アンゴラウサギ繁殖センターが竣工し、アンゴラウサギの飼育を始めている。1993年の論文、アンゴラウノケの物理的性質の作成に、 北海道白滝村農業共同組合が協力していることから平成期まで飼育が続いていたことが確認できるが2017年の時点で情報はなくいつ頃まで飼育されていたかは不明である。また同論文によれば1993年頃のアンゴラウノケの輸入量は年間3000トンでほとんどは中国からの輸入となっている。 外貨獲得や国内産業の再興など、戦後日本の復興に貢献してきた日本アンゴラ種だが、飼育数の減少とともに忘れられ、幻のうさぎと呼ばれるようになった。2017年の時点で日本アンゴラ種の飼育が確認されているのは、2004年に家畜改良センターから譲り受けた6匹をもとに繁殖を行っている神戸市立六甲山牧場と、 生態保存のリスク分散を目的として、同牧場から譲渡された、淡路ファームパークイングランドの丘、および、兵庫県立田島牧場公園の3カ所のみである。大正から昭和にかけて、日本では、種との輸入先によって、アンゴラウサギの品種を分類をしていた。以下の分類と品種名は、日本国内のもので、欧米の分類とは異なる。ロイヤルアンゴラシュメス。 ロイヤルアンゴラ種はカウサギイギリスから輸入されたアンゴラウサギ英国主第一次世界大戦後フランス系アンゴラをもとにイギリスで作られた品種鮮度約13マイクロメートルの宝石に適した繊細な紐を持つがフランス系アンゴラと比較すると小柄なため産毛量が少なく体質が巨弱で繁殖力で劣った戦前の日本では 国内の産毛の約8割を買い取っていた金棒がロイヤルアンゴラ種の毛を標準として買い取り価格を決めていたことから広く普及した。フランス系アンゴラシユーフランス系アンゴラフランスから輸入されたアンゴラウサギ、フツコクシュフランスで農家の副業として飼育されていた品種。毛は太めで縮れが少ないが弾力がある。体質頑強なため農家の副業としての飼育に適する。 日本では前日の通りロイヤルアンゴラ種が普及したため、広まらず、多くは品種改良に用いられた。カナダ系アンゴラカナダ系アンゴラカナダから輸入されたアンゴラウサギ、カナダ種カナダのフランス系移民が飼育していた、フランス系アンゴラにロイヤルアンゴラ種を交配して作られた品種。ロイヤルアンゴラ種に近い紐を持ちながら大柄で、産毛量が多かった。 1930年から1931年のアンゴラ狂乱期に数多く輸入された。また、戦後の1950年に品種改良と血液更新を目的として輸入されている。戦後の主な輸出先であったアメリカでは、ローヤルアンゴラ種よりやや太めの毛の需要が大きかったため、輸出向けのアンゴラウノケの生産に適するとされた。アメリカから輸入されたアンゴラウサギ。 米国種カナダ系アンゴラと同じく1930年から1931年のアンゴラ狂乱期に輸入された。輸入数はフランス系アンゴラ、カナダ系アンゴラよりさらに少ない。シアトル付近のウサギはカナダ系アンゴラの影響が大きく南へ行くほどロイヤルアンゴラ種に近い特徴を持っていた。ドイツで品種改良されたアンゴラウサギ。ドイツでは単に アンゴラと呼ばれ、ドイツのウサギ協会、ドイツウサギ繁殖中央協会で管理されている。また、古く絶滅の恐れのある家畜の保護団体の絶滅の恐れのある家畜の品種リストに登録されて保護の対象となっている。アメリカでは、ジャーマンアンゴラと呼ばれ、インターナショナルアソシエーションオブジャーマン、アンゴララビットブリーダーズで品種標準が維持されている。 中国では1927年頃からフランス系アンゴラを飼育していたが1986年頃からドイツ系アンゴラに切り替えられた。日本では1979年に岩手県で行われたウ産毛量調査で日本アンゴラ種との比較に使われた記録がある。1986年には閉鎖軍で飼育されて近衡形数の高まった日本アンゴラ種の集団を維持するため、 家畜改良センターが西ドイツから、オス5匹、メス5匹の種とを導入している。ありがとうございます。